和ズ市に存在する海の川砂丘の一部、羽生シゲ岩瀬地区に存在する海の川砂丘の一部、稲沢市の木曽川砂岩にある、祖父江砂丘下半砂丘とは、砂床河川の中、下流域の流路に沿って形成される砂丘である。乾燥地帯の砂床がある地域では、内陸部に砂丘が形成されることは珍しいことでは、ないが、 日本のような湿潤な気候条件下で内陸部に砂丘が形成されるのは下半砂丘のみである。日本では木曽川、最上川、利根川それぞれ三河川の流域及び旧河道周辺にのみ存在する珍しい地形である。砂丘は風により運ばれた砂が堆積することにより形成される地形であるが、日本では鳥取砂丘、 中田島砂丘など海岸部に形成されるものが大半である。砂丘を形成維持するために必要となる安定した砂の供給源を持たない植生の豊かな日本の内陸部で砂丘が形成されるのは下半砂丘のみで河原から吹き上げられた砂が蛇行して河川の突部の風下側に堆積することにより形成されるものである。したがって河半砂丘は砂を含んだ河原が広い。 ある程度規模の大きな河川の流れる平坦地という限定された条件がなければ形成されない。低地にある微光地という点で自然堤防と類似する地形である。下半砂丘は堤防の拡幅などにより破壊されることが多く、現存するものの多くは愛知県、岐阜県、木曽川流域、祖父江砂丘などや群馬県と埼玉県の利根川流域のみとなっており、これらも 宅地開発や容易に砂礫を採取できることから本来の地形を止めているものはほとんどない。加ズ市にある会の川砂丘は日本に残る下半砂丘の中で最大級のものであり、1956年に加ズ市の名称に指定され保護されている。ありがとうございます。